どうもこんにちは、日暮小学校物語優作です。はい、今日はですね、ウクレレは本当に楽勝かという話をしてみたいと思います。世間一般、まあ、これから楽器を始めていこうとか、全く楽器を今まで音楽を、やったことがない人にとってはウクレレっていうのはすごく小さくて弦も少なくてギターのように弾けるけどもよりね、すごくシンプルに見えて簡単に見える場合があると思うんですけども、実際問題ウクレレを軽やかに心地よく楽しむためにはやはり、そんなに簡単なものではないんですよっていうことを改めてね強調しておきたいと思います。そもそも、まあ、楽器として簡単なブラインに見えるんだけどやっぱり追求していくと非常に気を使うべきことが多いものなのかなと思います。これってやっぱり左手と右手の連携がきっちりとしていかないとなかなか綺麗な音はならないです。とにかく音楽は楽器によって簡単か簡単でないかっていう考え方は、むしろ逆効果じゃないかなと思います。特にウクレレに関してはね。で、何か学芸会とか小学校とかで楽器を割り振るときにタンバリンやったらできるとかいう方がいるんだけど、タンバリンってめちゃくちゃ難しいんですよ、ね、リズムっていうのは音楽の本当の基盤に当たる部分なのでリズム感を変えた状態で伴奏されたら他の楽器の方にものすごく悪影響が及ぶので、実際ね打楽器は簡単だとかいうふうに思ってる方もいますけども全くそうじゃないんです。大掛かりなピアノとかドラムとか、まあ、例えばサックスとかね、そういうものでない楽器ほど非常にシンプルでプリミティブ根源的な意味で奏者の、この実力というかリズム感とかセンスとかが問われる楽器なので非常に難しい、ね、簡単ではないというふうに思ってください。調理師であったとしても料理の基礎っていうのをきちんと学んでないとやっぱりお店を開いてお金をもらって料理をね、提供するとかできませんよね。ですからそういったことが同じレベルで考えてほしいです。音楽っていうのは娯楽要素、ね、もしくは癒しの要素が非常に強いために練習さえ積めば楽しく弾けると思われている方も多いかもしれませんけども、実際はきちんとした手順で楽器を通して音楽をきちんと学んでいただく、そういうね過程を踏んで基礎を学んで応用につなげていかないと難しいとは言いません、ね、けども簡単ではないと思ってください。本当に楽器が上手くなるっていうのは楽に楽に、ね、体がこわばらず気持ちも楽に、ね、客観的な意識を持ちつつ自分の演奏をどこかで聴きながら自分も演奏するみたいなマインドも必要ですので、そういうね部分が少しね難しくなってきますけども、本当の意味で簡単かどうかっていうとそうでもないということをね踏まえた上でやってください。音楽は簡単ではない、ウクレレも簡単ではない、そこはね皆さんぜひね理解しておいてほしいと思うし、それをね楽しめるようになれば伸びしろがあると思っていただければいいので、はい、そういった意識で今後ウクレレに取り組んでいただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さらに下の説明欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メールマガジンにご登録いただくだけで定期的に皆様のウクレレ上達のお役に立てるより深い内容の動画を配信してまいりますので、ぜひご登録ください。またブログ日暮小学校のブログもぜひチェックしてみてくださいね。